拡散性ミリオンアーサー弱酸性ミリオンアーサー弱酸性ミリオンアーサーは、チョボラ、ウニョポミによる4コマ漫画作品である。内容は、拡散性ミリオンアーサーをテーマにしたギャグ漫画。チョボラ、ウニョポミ発のアプリ内連載漫画。拡散性ミリオンアーサーはサービスが終了しているが、帰離性ミリオンアーサーのアプリ内で、第一気分を見ることができた。また、アプリ内のお知らせページより閲覧可能。 2015年11月20日より、ウェブアニメを配信中。2015年9月1日より、LINE のクリエイターズスタンプが発売開始となった。ただし、L の服装の露出が減り、ワンピースのようなデザインになっている。ミリオンアーサー・アルカナブラッドでは L がサポートキャラとして参加しているほか、弱酸性を題材としたステージも登場している。角川、エンターブレインから出版。 乖離性ミリオンアーサーの公式性放送マジョラボ第2回においてウェブアニメ化が発表され2015年11月20日から2017年1月11日まで配信1分30秒のショートアニメで1年間にわたって配信された第1クールのエンディングは各キャラが集合したイラストにインストゥルメンタルが流れ各話ごとに登場する人物が変化する仕様になっている 第2クールのエンディングは各話ごとにメインとなったキャラが延々と右斜め前に進む映像になり曲が終わるまでキャラの特徴を表す言葉を発声し続ける仕様になっている第3クールのエンディングはオッペラス・チョン・コーポレーション社会の社訓を各話ごとに異なるキャラが歌い曲のサビの部分を11人で合唱する映像になっている基本的に毎週更新だが 第3クールは2週遅れの2016年5月18日から、第4クールは2016年10月19日から配信された。PS ビー版、PS4 版、乖離性ミリオンアーサーの配信決定を記念した CM が配信されている。2017年3月22日には、第1クールから第4クールと番外編を収録した、ブルーレイ。 弱酸性ミリオンアーサー2016がスクウェアエニックスの e ストアで販売された。2017年10月29日に放送されたファミツーアップニコセーブの生放送にて第5クールの放送が発表された。2018年3月21日に行われたお祭り性ミリオンアーサーにて第5クール第1話が先行公開され22日に正式配信となった。 地上波では特番性ミリオンアーサー内で2週にわたりセレクション放送された。また、第6クールのネット配信に際し、テレビアニメ、反逆性ミリオンアーサーの C パートとして放送、第2シーズンも C パートで第7期が放送された。ニコニコチャンネルのミリオンアーサーチャンネル、および YouTube のスクウェアイニックス公式チャンネルで番外編を含めた、それまでの全話が、 無料配信されている。ナレーションは中田常ジ,ジ。ブルーレイスクウェアエニックスイーストアセンバイ。ありがとうございます。